ショーにしようか。地上で台形振ると足元めっちゃいい。あのね、基本これだよね。これはね、画面端以外はあんまり振らなくてもいい感あります、ぶっちゃけ。発生が遅すぎんだよね。暗い判定もでかいし、画面端だったら打っていいと思う。なんかこういう時とかね、なんか相手が明らかに動かない時、なんかさ、例えばさ、なんか今相手動いてきたじゃん。なんだよ、なんか動かない時ってさあるんだよね、相手が絶対動かないだろうなみたいな時が。そう、技に対応としようとしたかな。あの、まあ、今のちょっと今のタイミングあるんだけど、で今さ、これ中盤から中足でやったの分かる？あれ、まあまあ割れないんですよ。まあまあ割れなくて、でこれも今動けない連携やったのに。ってなると、じゃあ次どうなるか分かります？あ、これはもうあれなんだけど、いやこれ死なないな。さあ次、中盤の次に中盤、コパン、立ち台 K みたいなね、頑張るんだけど、こういう時こういう時わかる。今さ、中盤中足が怖いからって動いてないよ。中盤中足が怖いからみたいな。だ、一回そのね、ワンステップ置くんだよね。これで相手動けないよーってしといてからみたいな。で今これもさ、コパンコアコアから劣化やって、あれ動けない連携なのね。ってことは相手今どう思ってるかっつったら、あ、壊しの後動いたらダメなんだみたいな風に思ってるわけよ、あっちは。ってことはちょっと見てて、これはダメだ、ストリートファイター6だから。これはダメ。ほら、こんな感じ。わかる？ほら、今、相手パリーしたでしょ。何を狙ってたかっていうと、劣化を狙ったんですよ。劣化を狙ってパリーなんだよね。バカ。みたいな。インパクト来るからね。インパクト来るよ。インパクト来るよ。俺は見てるよ。これ今この状況とか、相手めちゃくちゃ動きづらいの分かる？今の状況。あのね、一応あるんすよ。あの、格ゲーの面白さ教えていい？格ゲーの面白さで言うと、ジェイミーの面白いところ教えていい？例えばさ、これプラニなんですよ。プラニ。で、これ7フレじゃないですか。でしょ？例えばさ、あっちがガードした後に、さ、ほら、コパンやってきたら、負けんのよ、俺が。ほら。ね？負けちゃうんだけど、プラニでコパンはもちろん勝つじゃん。これ。タッシュパン振ってる側がね。まずこれで一個の読み合いなの分かる。あっちが、これ動いて、まずこれ、動いてくるんだったら、まずこれで固めてくるわけ。まあ、まず初手これ安定ね、とりあえず。とりあえずは安定なんだけど。と、コパン振るの安定なの。だけどさ、これやったとこでさ、何にも崩しになってないわけよ。これあっちがさ、ずーっとガードだったらさ、これやったってさ、何にもなんないじゃん。何にもなんないでしょ、これ。振ってたらこうなるんだけど、何にもなんないから、じゃあ何やったらいいかっつったら崩したいわけじゃん。こっから投げたりしたいわけよ。でもこれ投げようとすると、だいたい今これ上手い人ね。上手い人ってさ、だいたいディレイコパンやるわけよ。こんな感じなんだ。ほら。前歩き投げに対してコパンを置いてるんすよ。こんな感じに。だけどこれを、ほら、これやったらこうなるじゃん。ほら。で、これをやると、あっちはじゃあどう思うかっていうと、じゃあガードやなって。怖いから。ってなったら、これが生きてくるわけ。
みたいな積み重ねっすね。そう、ここでやっと投げが通るようになるし、で、さっきの台形のやつもそうなんだけど、例えば、これさ、今のこの連携とかも、カウント3か。ほら、こうやって暴れれないわけよ。こんな感じに。コパン押せないわけ。こういう連携やった場合。ってなったらさ、相手はじゃあ、どう思うかっていうと、ガードだよね。じゃあガードしよって。これうざいからガードしよって。そしたらこれが通るよね。みたいな。そう、相手はパリーしてたわけ。そしたらさ、これでやめてもいいわけよ。やめて、別にパリーを投げに行ってもいいし、まあむずいから、まあパリー消費させてもいいよ。ガバいんだよ。あの、コパコアコア投げなんて。こんなガバいんだけど、あの、他の選択肢があるから、ガバいやつも生きてくるみたいな感じなんよね。だから台形も一緒なんよ。台形もさ、こっからこうとかさ、みたいな、あと、例えば、中盤中盤って、これ大す、これ中盤中盤もガバいんですよ。プラニから8フレだから。でもこれも、相手がもう動かない読みね。動かない読みでもう一回固めるわけよ。で、この距離だと、中足あっちが、暴れやすいんだけど、こっちがプラニだから、暴れらんないんですよ。だいたいこのぐらいの距離か。ほら。みたいなね。こんな感じで。だからこれガバ連携なんだけど、こういう連携も、弱くはないよっていう感じ。こういうのがね。プラニから7フレなんてお前5フレで割れちゃうじゃんって感じなんだけど、まあいろいろその選択肢があるといいよっていうとかさ、例えばさ、こっからのこれ投げ、あ、まあまあちょっと歩いて投げとかだったらあっち、まあ安牌なんですよ、これマイナス3だからジェイミー側が、まあこれ届いてないけど、まあマイナス3だからこれ安牌なのね、一応ちょっと歩いて投げみたいなのが、まあ安牌、まあ安牌ではないんだけど、まあ下がってどうのこうのでされたらあれなんだけど、そこにこういうの混ぜられるとあっちはさ投げ入れるの怖いよね。だからじゃあ最速コパンかとかってなるわけよ。ってなったらさ、こういうのも生きてくるわけよ。こういう風に、まあジャスパじゃなくてまあ勝利でもいいんだけどね、なんでもいいんだけど、まあこんな感じに。で、これやられると相手はじゃあ何するかっていうと、黙るわけっすよ。そうするとこれマイナス3が、あたかも自分が有利かのように攻めれるっていう。マイナス3なんだよ、本来は。本来はこれ打った側が不利なんだけど、あっちがなぜか固まるよっていう。っていう仕組みなんだよね。格闘ゲームって。なんでこの人マイナス3なのに、ボタン押さねえのとかさ。ただ単にそれだけ見たらそうなんだけど、伏線があるんですよ、伏線が。さっきこれやられたから、この人ここで黙ってんだとか、これやられたから、遅らせて打撃打つんだ、みたいな。それが読み合いが回るってやつだね。いわゆる。今よく言うでしょ、格ゲーマーが。いや、読み合い回ってんな、みたいな、こと言うでしょ。それが読み合いが回るって感じ。で、ジェイミーってこういうのが、すごい優れてるんですよ。さっき言ったように、こういう連携ね。ガバな、まあガ、まあ、ガバっちゃガバ、まあ、ガバじゃないんだけど、まあ、暴れられないわけよ、相手は。ボタン押せない連携なのね。ボタン押せないわけじゃん。こういうのがね。で、それを逆手にとって、まあ、もう一回ラッシュしてもいいし、投げてもいい。前捨てして投げてもいいし、こっからこれやって、まあ、こんなんやってもいいよね。こんなんでちょっと、すげえガバだよ。これマイナス1なんだから。すげえガバなんだけど、これがあるから相手は動けないみたいな。これね、やっぱジェイミーの優れてるのはここなんですよ。やっぱ剣とかだと、剣って強いじゃん。強いんだけど、例えばさ、ちょっと待って、これが一応暴れ潰しなのね、これが。なんだけど、これマイナス11なんですよ。これ確かね、中足が確定しちゃうね。超リスク高いのよ。弱陣内ってできるだけ使いたくないの。
やるのはなんかこんなだと思うんだけど。だからそのノーゲージがまずジェイミーでできるよね。ノーゲージで、それがやっぱおもろいよ。これ相手が暴れない投げ抜け意識してる状態だったらどういう対応になりますか。あ、ジェイミー側がこういう時にってこと。こういう時だったら別に暴れないんだったらこれでいいんですよとか、まあこれでもいいし、まあ、これでもいい。なんでかっていうと、このゲームはそのガードさせるだけで意味があるじゃないですか。Dゲージを減らせるから無理に崩しに行かなくたっていいんだよね。そう、スト6はね、ガードさせてもね、勝ちなんだよね。ある程度勝ちっす。どうしても崩しに行きたいってなったら無理しなきゃいけないわけよ。こんな感じでとか、まあこれやって、まあずうずうしいけど前に歩いて投げるとか、まあ、こんなんとかね、まあ、ここからシーミーやるとか。相手が騙したら芸術かなっていう状況によるね、体力差によるんだけど、この状況ってさ、黙ること多いのよ、相手って。で、D ゲージも例えばいっぱいありますよってなったらさ、この状況ってさ、黙ってりゃよくない？だけど、そうじゃない場合もあるわけ。例えばこういう状況、まあ、こうとか一番わかりやすいか。これだとやばいじゃん。やばいから、何かしらでボタンを押してくる可能性は、この状況だと高いわけ。でもさ、この状況だと高くないんだよね。全然。D ゲージがあるから、いっぱいあるから、ガードしとけばいい、とりあえず。パリも押さないで。みたいな。で、動いてこないんだったら、もう無理した方がいいね。こうやって前ステークとかね。で、無理した方がいい状況、これね。SA0 で、もう、相手の体力いっぱいありますよってなったらさ、どうにか崩さなきゃいけないじゃん。したらちょっと無理しなきゃいけないし、でもそうじゃなくて、3本あって、例えばこういうのが引っかかったり、こういうのが引っかかったりしたら火力が高ければ別に焦らなくてもいい。ゆっくり D ゲージ削ってあっちが前に来るのを待つとかね。状況判断だよね、マジで。超状況判断が大事だと思うっていうのをね、分かりながら考えながら対戦動画とか見ると違うよね。逆側の考え方もし、ガードで D ゲージゴリゴリ削られて焦って暴れて死ぬパターンを待って、まあ、スペースがあるんだったら、下がった方がいい。これ、あっちの目線だったら、これでとりあえず攻めって終わるじゃん。これで。下がった方がいいよね。自分は体力いっぱいあって、D ゲージだけがやばい状況だったら、下がった方がいい。で、こういうのやってくんだったら、別にそれも投げは受け入れていい。したらさ、ある程度距離取れて、D ゲージもさ、回復できるじゃん。かなり安牌。あっち目線で言うと、自分が D ゲージあんまなかったら、ラッシュが来るわけよ。とにかく触って D ゲージをバーンさせに行きたいから。だから距離取った時に、自分が、こういう状況だった場合ね、ラッシュを絶対見た方がいいわけ。距離取れましたってなったら、ラッシュを見た方がいいよね。で、まあ、こうの方がいいか。この状況だっつうんじゃん。じゃあ相手はさ、どうしたいかっていうと、バーンとさせたいわけよ。バーンとさせたいから、触りに行きたいわけ。もうラストチャンスかもしれないじゃん。だからこの状況はラッシュを待った方がいい。じゃあラッシュを待ってこれやれば勝ちじゃん。この状況はラッシュを待った方がいいよね。みたいな。で、一番このゲームでムカつくのは、なんでラッシュ見てんの止まんないわけっていう状況。それはもうしょうがない。みたいな。ラッシュをしてくるときって結構分かりやすいんですよ。中級者だと分かりやすい。マスター上がりたての人とかだと分かりやすい。触ってくんだろうなって感じ。絶対。バーンとさせたいがゆえのラッシュを狩る。そう、それが一番分かりやすい。あ、多分ね、一番 MR 上がりやすいと思う。D ゲージ少ないから触ってくんだろうなってときに、ラッシュは見た方がいい。ラッシュ見てるとラッシュの安定入力飛んで、ぼったじな負けてること多いんですけど、対策あります。多分ボタン押すのは早すぎなんじゃない？安定終わってからボタン押すぐらいの方がいいと思う。これも安定終わってから、安定中押すとこうなるんですよ、結構。安定終わってからって感じ。ちょっとボタン早いかもね。自分から触りに行くときには、タッシュ系ってあまりつかないですか？俺はあんまつかないね。こいつはね、触りに行こうとしたらね、あんま強くないっすね、正直。正直強くないね。微妙い。どっちかというと置きとかカウンター技だね。
あ、これあっち行けキックだね。タッチ中継は勝利多い人に対して生ラッシュするときってちょっ、あ、垂直か、ちょっと見てからダイピーします。こういうときに、あ、まあ、アッパーじゃないかな、勝利を間に合わないんだったら。あのラッシュするときにね、これ最速で打ってんすよ。これちょっと遅らせてるんですけど、この間ちょっと見れるんですよ。この間ね、この間ちょっと見れるの。あー、だ、まあまあ、うん、まあできれば昇竜だけどね。だからちょっとね、このラッシュしたときにラッシュの同時にボタンを最速で押すよりもちょっとだけ画面を見る瞬間があるから、ちょい確認した方が絶対今後いいと思うよ。とか、あとまあラッシュコパンとかだね。これだったら安定。飛び見られてるときはラッシュが通りやすいとか、何と何の行動が対になってるか知りたいです。まあジェイミーだと、まあ、対になる行動で言うと、例えばこういう動きしてるときってさ、竜目線なんだと思います？何狙ってると思う？これ、そう、玉抜けでしょ。それさ、竜目線で言うと、あ、玉打てねえなーってなるじゃん。普段だったらさ、これバカうぜえじゃん。これね、こうやってさ阻まれるでしょ、阻まれるわけだけど、これを見せると、あ、玉抜け狙っつる、玉危ねえかになると歩けるわけよ。歩いて近づいて何ちゃら母ちゃらができるよっていうのが一応対のタックかな。そう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 。だからこれやるとさ、相手はさ弾は打てないんだから、ってことはこのスペース分はちょっと歩けるよね、みたいな。だから俺さ、たまにさ、うわ打つのかよとかって言うじゃん。これでちょっと歩いてこう時に、うわ打ってきたみたいな。だから OD かーっていう時あるんだけど、これは一応弾抜け対策なんですよ。弾抜け難しいから、これで間に合わないからみたいなね。だ、これは一応竜側の玉抜け対策なんだけど、まあそしたらそれでいいよね。2ゲージ吐かせたから、このムーブをしただけで2ゲージ吐かせるって考えたらさ、得じゃない？何もしてないし何もやってないんだけど、相手が圧を感じて玉抜けつろ、 OD 波動だってやったら、それはもう別にいいじゃんみたいなね。これ超大事なんですよ。そうだ、あのね、格ゲーって水面下ですごいいろんなこと考えてんのよ。表面上見ると、あ、 OD 波動打った、あ、ジェイミーガードしただけなんだけど、これやってるから、あ、玉抜け釣ったな、みたいな見方もできるわけよ。あ、竜が上手いなって俺思うんだよね。あ、この竜の人上手いなって。逆にここで普通に波動拳打ってきたら、あ、これは多分負けねえなって思うし、このムーブされて玉打ってくんだったら、まあ、勝てるかなとかさ。くねくねしてたけど何も仕込んでない。いや、全然あり。まあでも、あの、くねくねするんだったら仕込んだ方がいいよ。だから、ゴーイチさんなんかそうだったじゃん、SFL のさ、あれマジで超わかりやすい試合だったんだけど、超わかりやすいし、超ゴーイさんが偉い試合だったんだけど、これやってたことによってさ、あっちはさ、あ、ソニック抜けられるってなってるじゃん。こんな感じだね。でしょ？これ超偉いムーブなんだ、ゴーイさん。だから、マジ上手いなって感じ。すげえなーっていう。で、それで、大黒くんはさ、ソニック打たなかったじゃん。あ、チュンリーがバーンアウトしてて、ソニック打たないシーンがあったんだけど、タダでバーンアウト回復できた時あったのよ。あの、多分最終戦の最終ラウンドぐらいかな。そう、実際打てないじゃん。あれ食らったら死んじゃうんだから。だから、ガイル目線で言うと打てないわけ。で、バーンアウトしてるから攻めたいんだけど、打てないじゃん。例えばでもさ、こうやって待ってた場合、こんな風に待ってた場合だったらさ、あ、ソニック打てばいいや。で、バーンアウトして削られます。で、ラッシュしてきます。なんちゃらかーちゃらで、また違う世界線があったんだけど、ゴーイチさんがこうやってちゃんと仕込んで圧をかけてるんよ。あれがだからね、超偉いんですよ。あの、深いこと言うと。格ゲーはね、だから、そういうとこが面白いんですよ。わー、偉いなー、みたいな。見てればできるでしょ、みんなだって。こうやってガチャガチャしてさ、上だけ、ストライクだけ一生待ってればできるわけ。ただ、それできるから別に、あれ、簡単じゃんっていうよりも、そこでそれを見るのが偉いっていう。格ゲーは結構そういうとこあるよ。誰だってできるんだよ。例えばさ、これに差し返すのってさ、別に誰だってできんじゃん、見てれば簡単に。それもでやったらさ、みんなできるでしょ、みんなできるでしょ、これ。
だけどそこでそれを見てるのが偉いねっていう話だね。じゃインパクトだってそうじゃん、見てればさ返せるじゃん、見てても返せない時たまーにあるけど、そう相手が振りたいタイミングだから、この辺だったら今例えば相手が俺ガイルだとしたら差し返しを待ちたいよね。でこういう技で圧をかけて中足空振ってくんねえかな、いややんないか、じゃあもう一回これ固めちゃおうかなみたいな。でもそれでも何もしてこないから、あー飛んできそうだな、空対空見ようかなって時にこれが来たら多分差し返せない。まあ俺は無理、飛んでこねえなー、あ飛んできたで空対空みたいな、これはできるんだけどやっぱ難しいよね。だから歌手はね、それが早いんだよね。あこれ飛びめっちゃ通るわみたいな、じゃあ飛んじゃおうかなみたいなのがうまい。あこれ対空捨ててるなってなったら上行って、あ対空見られてきたなってなったら下から行くみたいな、あれマジでうまい。多分判断一番早いと思うよ、そういう判断格ゲーまで一番早いと思う。あこれ捨ててるなって思ってじゃあ割り切ってそれに行くからね、それがマジで早い。果樹すごいね。川野くんはね強いね、ハートが強い、ようそれ行くねっていうのやるもん。そう、川野が割り切ってる、これで負けたらしょうがないみたいな。まあみんなね味があるんすよ、ゴーイさんの言えばサボらないし、川野くんは割り切ってるし、カジは判断早いし、みんなねやっぱプロゲーマーはすごいよ。ドグラさん小話うまいしさ、ボンちゃんはキッチンのトークうまいし、ケース性でかいし、カーもでけえし。